今僕はとてもハッピーですさっきこのステージに立つ前にあるメッセージをもらいました住人さんの一組に子供ができたよっていう <laughs> ありがとう <laughs> 僕の仕事は大家という仕事です皆さん分かりますか大家えー、今この写真見てどう思います皆さんののの中で自分の部屋の壁に を当てたことがある人いらっしゃいますかね <laughs> 今日やったことのない人は家帰ってやってみてくださいそのぐらい自分の部屋を好きになってほしい僕はそう思ってます日本の漢字には深い意味があります「住む」という漢字これは人が主役という意味があるんですご存知でしたかでも日本の住まい特に 賃貸住宅には人が主役という姿は少なくとも僕は全く感じませんこれが一般的な日本の賃貸住宅です<笑>,笑いが出ちゃったね <laughs> 病院みたいでしょ真っ白い壁に覆われて真っ白いビニールクロスに覆われて安っぽい床が張られてて「賃貸住宅だからこれでいいじゃん2年間我慢してよ」そんなふうなメッセージが聞こえてきます 誰が住んでも一緒なんですでここに住んだ人が出た後お部屋どうなるかというとこうなっちゃうんです <laughs> せっかく綺麗にして住んでもらおうと思って我慢してねって与えた空間がこんなふうになっちゃう誰もハッピーじゃないですよねその空間が楽しくないから愛着がないからその部屋を出るとそこに住んでる人は誰とも目を合わせません 皆さんにも経験があると思いますマンションの廊下ですれ違った時「こんにちはハロー」って呼びかけても目をそらす人が結構いるこれが日本の住宅文化です僕はそんな賃貸住宅を大家として仕事としてやらなきゃいけなくなりましたその時に考えたことシンプルです人を主役に考えようまずは壁です一番つまんなかった壁を住む人に選んでもらおう ま先にそう思いましたこの夫婦は部屋に入ってくるなり自分たちで壁を選ぶときに「この部屋の壁全部私たちのキャンバスですね」って言ってくれたんですもうすごい嬉しかった彼らのキャンバスがどうなったかこうなります <laughs> いいでしょうすごくいい壁紙を選ぶという一つの行為これを僕は住まい手と一緒に時間をかけて一緒にやります その人の好きなものを探す今まで人に対してその人の好きなものを探すなんて住まいを考える上では全く考えなかったようなこと特に賃貸住宅市場ではそれを僕はやったんです選んだ壁紙だからみんな喜んでくれますそうなるともう壁だけじゃ住まないんです床もかっこよくしたくなるこれ自分たちで貼ってくれるんですねでこのようにブラインドをつけたり棚をつけたり 住まい手がどんどん素敵な空間を自分で作ってくれますこのこの流れができると次に入る人もどんどん素敵な空間を作ってくれます見てくださいすごい構成的楽しいでしょで楽しくなってくるとみんな我慢できないです選ぶだけじゃないんです自分で作るんです 自分で壁を取り除いて天井を上げて広い空間を作ってその壁を塗って床を張ってそんなことを住まい手がしてくれます1か月でできた空間これですこういう空間を住む人が自ら作ってくれる欧米では当たり前のことかもしれないけど日本では奇跡に近いチャレンジですこのように出来上がってしかも最近はすごいんです模型まで作ってきてくれます <laughs> A、B どっちがいいって僕に聞いてくれるとかこんな空間ができたらいいってパースまで書いてきてくれるんです信じられないでしょで彼らだけじゃなくてプロのデザイナーがサポートしてくれますプロのデザイナーがサポートしてくれると一段と魅力的な空間が出来上がるんですで自分たちで作った空間ですからそこの空間が好きになるのは当たり前です大好きになる 一般的に日本の賃貸住宅は2年で大体出ちゃうと言いますけどみんな長く長く住んでくれますこういう笑顔になるこれ別に笑ってって取ったわけじゃないですみんなが自然に笑顔になってくれるで笑顔の連鎖がどん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 広がると次に生まれるのはコミュニティですみんなが みんなが乾杯してお酒を飲んで楽しくなると次何するかっていうとそれぞれの部屋を巡り始めます <laughs> お宅の部屋どうなってんのうちはオレンジだよかっこいいねそんな声をかけながら曲がってくる結婚するカップルがいますそうするとそのカップルを十人みんなで祝福に行きます乾杯の発声は大家である僕です <laughs> もう一つの家族みたいなコミュニティができてしまってこのマンションの屋上ではサンバを奏でたりヨガをしたり今日の午前中もヨガやってました野菜を育てたりそれぞれが思い思いの方法でコミュニティをどん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 育ててくれてますなぜなら彼ららが一番楽しみたいからついにはねびっくりしますよこのマンションの屋上で結婚式まで行われました <laughs> すごいでしょ <laughs> 東京の賃貸住宅の屋上ですよウェディングドレス着てんですよクレイジーでしょ <laughs> こんなことが起きてしまうみんなで祝福ですでこうやってコミュニティが楽しくなってくるとこれをもっともっと外に開こうと自然にみんなが思うようになりましたそうすると外とつながる空間が出来上がってきますマンンションの中に キッズスペースができて町の人の子供を預かったり住人の子供を預けたりそんなことができるような空間が生まれたり住むんだったら仕事もしたいよねってことでマンションの中に住人も町の人も利用できる仕事場ができました。今日そこでみんなこれれをで見てくれてくますであのこんなチャレンジは。 一から作る新築の賃貸住宅でもできるんですこういったどういう暮らしができるかというビジョンを明確に描いてそれに共感する人を建物が出来上がる前に集めますそうすると出来上がる前だからみんなで最後に色付けをできるんですね住む人が新築住宅なのに与えられるんじゃなくて最後の作り手になってくれるんです仕上げをしてくれるしかも 自分が好きな色で自分たちの手でこういう文化が出来上がると本当にどんどん楽しくなりますピザ窯も作りました <laughs> みんなピザを食べに来てください <laughs> 週末焼きますこれはもう住まいてみんなで作りましたで、こういうことが出来てくるとどうですかなんかねどこか懐かしい日本の風景が見えてきませんか 昔の日本は長屋文化というのがあってドアから出るとみんながつながってて顔を合わせて「こんにちは元気?」そんなコミュニケーションがあったんです今じゃエレベーターの中でも目は合わさないそれがこういうふうになってきましたもうみんな家族です僕もここに住んでるんですが僕の息子はこの家で「ただいま」を2回言いますみんなの玄関とうちの玄関とみんなが家族 こういう子供たちが大きくなるときに人が主役の住まいもっと作りません絶対楽しいですよ。住まいが楽しくなれば街が楽しくなるんです。日本が変わります。ほんのちょっと発想を変えるだけで簡単にできること。見てください。こんなに暮らしのデザイン力のある暮らしの冒険家はたくさんいます。この渋谷にもこの会場にもきっといるはずです。 どうか日本の親さんはそういう人たちと一緒にコラボレーションしてください自分たちが楽しんでそうしたら楽しい暮らしは自分たちで手に入れることができますみんなもいかがですかどうもありがとうございました <laughs> <laughs>